い、というわけで見終わったわけなんですけれども、いやー面白かった。映画もすごい面白かった。もう108分あったけどあっという間でしたね。正直アニメ映画ってさ2時間あると長いじゃないですか、ぶっちゃけ。これは今はっきり言っちゃうけど、あ、2時間あるとうわちょっと長いな見れっかなって結構見るのに結構覚悟がいるんですよ。まあそれは108分でも一緒で、だいたいアニメ映画って1時間半ぐらいのことが多いから、100分超えんのがこれ大丈夫かなと思って、点数は面白いけど108分耐えられっかなっていうのはすごい不安視してたけど、もうバリバリにあっという間に終わりましたね。終わりやだーマジで。もっと見たい。めっちゃ面白かった。めっちゃ面白かったなー正直。いやーいいな、ラミリスも見れたし。なんかいいよね、やっぱりこのアニメ映画のいいところってさ、間の使い方がすごい絶妙じゃないですか。アニメ映画だなっていう尺の取り方するじゃん、会話の間とかが絶妙に尺を使えるからさ、このふとした描写の中に気合が入って尺を割いたりできるから、やっぱり解像度が高いし、やっぱり見るアトラクションのようにも楽しめたよね。やっぱりカメラワークとかがすごいこだわってたから、見ててすごいいいなって思ったけど、やっぱりその中でもしっかりテンスラらしさみたいなものがあってとても良かったな。いいな、面白かった、めちゃくちゃ面白かったです。本当にびっくりした。本当にいやー面白かったマジで。でもなんか、でもビオレが見れるとは思わなかったな。本編に関わるキャラが見れるとは思わなかったな。あーいやー最高すぎるな。なんでこんないい余韻、マジでいい余韻だな。いやいいな、なんかこういう映画のゲストキャラって大体さ死んじゃってもう会えないのか寂しいなって思いながらさ、虚無感のままにさ映画を終えることがすごい多いじゃないですか。アルテミスもそうだったし、だからやっぱりそういう作品なんだろうな、どうやって死ぬのかなっていうのを頭の中で妄想しながら、半ばはこうなるんだろうな、ある種さやっぱり覚悟がいるじゃん、死なないと思ってるとさ。やっぱり本当に死んじゃったら辛いけどさ、やっぱりさ死ぬと思って見てて生きてた時のこの喜びっていうのはまた違うし、まだ先に進めるぞっていうこのさ余白があるじゃん。死んじゃったりいなくなるとさ、もうこの子の出城はないんだなっていう余白が一切ないまま、さあ前に戻って噛み締めようっていうような、そういうようなやっぱり楽しみ方になるけど、生きててどこかでまた会えるかもね、繋がるかもねっていう、そういう余白が残ることでめちゃくちゃ見ててなんか見終わった後の爽快感が違うよね。またひとしおだなっていう風に思う。いやいいな、いいな、こういうのもいいな。なんか今までこうやってやっぱり映画だけのゲストキャラが死んじゃったりなんだったりっていうのに慣れてたからこそ、こういうのを見るとまた変わって感じるんだよなっていう雰囲気はあるんですよね。いいな、なんかでもこうやってやっぱり生きるっていうのがテンスラらしいな。なんか不用意にこうさやっぱり大切なキャラを殺さないっていうのはなんかテンスラの美学としても感じますよね。ポットでのゲストキャラを作らないっていう意思も感じる。ここだけのキャラじゃないよ、いつか絡んでくるかもねっていう、なんかキャラクター一人一人の人生的なものをすごいリスペクトしているような雰囲気を感じるんですよね。やっぱり登場人物にモブはいないと思って作ってるみたいな、なんかそういう風に作者さんが意図して作ってるっていう風ななんかコメントで見たんだけど、それをすごい感じるよね。なんかキャラクター一人一人だったり、なんかそれぞれに対して人生みたいなものを持っている。やっぱり敵か味方かでそれを分けているだけで、やっぱり味方によっては変わってくるしっていうところを見てると、やっぱりキャラクターにそれぞれ愛を感じるんだよね。すごいていうか、これってアニオリなのか原作なのかが分かんないんだけど、なんかすごい感じますね。でもビオレが絡んでくるってことは、多分これ多分アニオリとはいえ、アニオリなのか、アニオリとはいえ原作とはいえ、なんだアニオリだとしても、これ多分先生絡んでるでしょ多分。だって原初なんていう重要キャラをアニオリで、だってね、監督とかアニメ制作人だけの判断で出さないでしょ、特にこんなビッグタイトルになるとね。まあどうなのか分かんないけどね。まあなんかキャラ変しちゃってるのかもどうなのか分かんないけど、ビオレも可愛かったな。なんかこのなんかいいな、ガブちゃんみたいなD アニメストアで見てたからさ、終わった後さ分かると思うんだけどさ、あ、なんかあなたにおすすめのアニメはこれみたいなのでこう出てくるじゃないですか僕にあのガブリエルドロップアウトを、あのこれを見た後おすすめしてきた D アニメストアさんは分かってますね。確かにビオレはガブちゃんっぽいよなでもあんな子供なんだ。なんかやっぱりさ紫っていうイメージになると、
やっぱりちょっと変わってくるじゃんね。なんていうの、なんか大人なイメージを想定させるじゃん。赤と紫ってなったらやっぱりちょっと大人ななんか雰囲気を感じるというか、なんか成熟した何かを想像させるじゃないですか。青とかになると結構フレッシュなイメージが結構出てきたりとかするんだけど、紫にああいう子供っぽいキャラクターをあてがうっていうのはとてもいいし、いやいいな、ディアブロとこのビオルの絡みを見る限りやっぱりリムルともそのうち縁ができるんじゃないか、なんならもう縁ができてるんじゃないかっていうところで、いやいつかまたどうなるんだろう。でもさ、よくない？でもさ、ギーがさ、原初二人配下にしてるじゃん。あれは配下なの？配下だよね。あの二人を配下にしてんならいいじゃん。リムルだってさ、ビオレとさ、ビオレとさ、ビオレとディアブロを配下にしようよ。でもビオレはビオレですごいビオレらしくていいからな、名前あんまりつけてほしくないな。もうビオレはビオレで完成してない？いやーどうなんだろう。でもいいよね、ビオレかブラン配下にしてほしいなっていうか、やっぱり友達になってほしいなって雰囲気はある。配下じゃなくて友達だよみたいな、それでもいいんじゃないかなっていう風に思うし、ベルドラはお留守番できないそうなので、残念でしたね本当に。ベルドラは本当に問題児だな。なんかやっぱりうっかり国を滅ぼしてしまってなっていう理由がどん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 やっぱり復活してからの行動を見るたびになんか明らかになっていく。結構直情的っていうところがあるし、なんか楽しいことをすぐやりたくなってしまう。それを考えるとミリムとやっぱり血がつながっているんだなっていう感じはちょっとするよね。フレイに怒られるミリム超可愛い。いやいいな、めちゃめちゃいいな。ヒーローもでも本編絡んでくるかな。ヒーロー後々出てくるキャラをここで保管しにかかってたりするのかな。ある種尺のカットに繋がってるのかな。多分後々ヒーローに会う流れがある、トア様にこう出会う流れがあったりするんだけど、それをここでやって膨らますことによって前倒ししているっていう可能性もワンチャンあるよね。いやいいな。でもなんかやっぱり鬼はいていいから、オーガはいっぱいいてなんぼだから。角生えてるの超かっこいいし、超かっこいいし、角生えてるのマジで。トワちゃんもいいね。トワ様もすごいいいキャラしてたしね。目が紫だから、で目が紫だからこれ受肉ワンチャンあるかもなみたいなことも思ってたから、いいないいないいな。早く絡んでほしい。ビオレとかもマジで絡んできて、絡んできて、マジで楽しみすぎる3期が。いや3期はさ、だってキービジュアル見る限り日向坂口が活躍するの確定じゃん。僕日向坂口も好きなんだよ。絶対面白い子だもん、あの子。僕絶対面白いと思ってるんだ、日向坂口。僕ずっと楽しみにしてんの、日向坂口が活躍するの。絶対面白い、絶対面白い、だって絶対面白い、絶対面白いって。真面目すぎてこじらせてるんだって。あの子は真面目すぎて絶対こじらせてるの。だからこそ絶対面白くなるから早く3期が見たいのよ本当に。いいなー。なんか別になんかおとぼけ天然とかそういうのを期待してるんじゃなくて、真面目すぎてこの子はもう本当に愛おしいなってなるのを本当に楽しみにしてる。いやーいいなー。3期も楽しみになってきましたね。いやー2期全体も通してもそうだけど、1期から全部通して見てもそうだったけど、いや記憶消してもう1回見たいなー。いやーでもなんか一気見しようって思った自分の判断を褒めたいな。これ毎週毎週待ってたら多分どっかでだれるっていうか、なんかやっぱり記憶の齟齬が出たりとかして中だるみするから、毎日見るって判断をしたのは僕は本当に自分を褒めたい。自分で自分を褒めたいマジで。これが上がってる頃には6000人になってるかどうなのかわからないけれども、やっぱり多分その毎日効果でチャンネル登録者の方も結構増えたと思うんですけど、はい。いやいいなー、いやいいな、いいなー、なんかすごいいいな、見ててなんかすごい嬉しいし、すごい楽しかったなっていう風に思うし、なんかまたやっぱり記憶消してもう一回見直したいなって思うくらいこの作品面白かった。すっごい心をこう揺さぶられたし、なんかまた考えさせてくれたし、なんかやっぱりコメントでさ、やっぱりこうネタバレに配慮しながらこうなんですよって教えてくれるのもすごい嬉しかったから、なんかこれ毎日こうさ、やっぱりコメント返せなかったりだとか返したりとかいろいろとあったりとか、忙しくて今もパンクしちゃってるんだけど、あるんだけど、それをこうね読みながら、そうなんだそうなんだって思う、そうだよねとか思いながらこう見るのが本当に楽しかったから、いやーちょっと3期が待てないなー。記憶消したいな。なんとか記憶消せないか、どうにかして記憶除去装置が欲しいんだけど。いやでもちょっと正直、転生したらスライムだった件は僕ぶっちゃけ舐めてましたね。正直これを見ようと思ったのは、僕は正直あんまり転スラに興味なかったんですよ、はっきり言っちゃうと。今までリクエストあっても見なかったのは、
正直あんまり興味がなくて、テンスラでもやっぱりラノベを読む文化がないから、僕そういう習慣がないから、ラノベ作品基本的に好きだけど、やっぱり無職転生とかもそうだけど好きだけど、でもそれ見るようになってから好きになっただけで、あんまり興味がなかったのよね昔から。一応なんかやっぱりね、おすすめされて、いろんな友達とかからおすすめされて見ることは見るんだけど、やっぱり積極的に自分からこのラノベ作品面白そうだな、見よう見よう見ようってなるほど、やっぱりラノベ作品にあんまり興味がなかった。それでいてやっぱりテンスラってなるとさらに王道じゃないですか。でこういろいろとやっぱりラノベ作品をアニメリアクションで見てきて、今さらテンスラもなっていうのもあって、だからやっぱりこういう機会がないと多分テンスラは見ることなかったんですよ。うん、多分見なかった。うん、こうやって機会がなければ見ることは絶対なかったから、見てよかったなっていう風にも思うしね。うん、今更なんかやっぱりさ、大人になってからドラゴンボール読むのはなんかちょっともう時代が一周しちゃってるのに今から読むのっていうので、なんかちょっと気恥ずかしい雰囲気があるみたいな感じだったりとかで、なんかそういうのもあってテンスラは結構敬遠してた部分もあるわけですよね。あるから、だからあんまりなんか見る気がなかったっていうのもあるし、まあでもやっぱりビッグタイトルだから、すごいやっぱりね、ラノベアニメといえばってなったら、やっぱりね、今の時代になったらやっぱりテンスラはやっぱりもう絶対外せないよねってレベルだし、もう今はやっぱり金賞レベル、インデックスレベルでやっぱり人気なんでしょテンスラって。なんかラノベの1位がなんかね、とあるシリーズかテンスラかっていうぐらいなんでしょ、そんぐらいなんでしょ。だからそういうのもあって、あまりにも王道すぎるんだろうなっていうのもあったから、うん、とあるシリーズも見てたからこそ、あえてわざわざ今からテンスラ行く気もないなと思ってたんだけど、見てよかったですね。こういう機会がなければ本当に見ることはなかったし、正直やっぱりね、一番に行ってから見ようと思ったんですよ、ぶっちゃけ。すごいジョーカーになるリアクションタイトルだなっていうのは分かってたし、もう本当に僕としても本当にテンスラ自体に本当に興味があんまなかったから、正直本当にこれ正直な話ね、今すごい大好きだけどこのアニメを見れるのかとも思ってたけど、うわこのアニメ見るのか、うわーマジか、あー来てしまったこの日がみたいな、そういう風に思ってたから、あーこれなーっていうところではあったから、いやーっていう感じだったんだけど、見たら面白くて、もう毎日毎日楽しくて、もう本当にたまんなかったです。マジで本当にこれだって1万人から5000人にしたら、もう正直興味があって待てないからっていうところってよりも、やっぱりこう見ないと僕のチャンネルの伸びが終わってしまうと思ったから、そういう下心で見てました。今だから懺悔します。本当にごめんなさい、今だから懺悔します。絶対数字になると思って見たら、ちょっと数字以上の面白さがあった。そりゃ人気出るわ、これ面白すぎるもんだって、そりゃ人気出るわ。今から謝ります。本当に大変申し訳ございませんでした。テンスラ関係者関係各位に全て謝りたいなと思っております。私本当に、すいませんでした。食わず嫌いをしていました。いやー、それだけこのテンスラシリーズは魅力的だし、正直リアクションしてなかったら僕は原作を買っている。うん、マジで漫画もあるんでしょ、多分コミカライズを買ってると思う。うん、ただもう3期が待ってますので、あと半年以上あるじゃん。おい待てないなんとかならんか、なんとかならんか、いいだろう、早くなんとかなんない。8ビットさん、ちょっと頑張ってみないか、なんかブチって言ったんだけど、ちょっと頑張ってみないか。だってさ、アニメ制作会社さ、アニメのさ、制作の現状が逼迫してるのはわかるけど、延期もあるなら、ちょっと早くなっちゃいました、周りでいいんじゃないの。なんでなんですか、なんで遅刻は許されて、早退は許されないんですか、みたいな。なんか、おかしい。いいじゃないですか、ちょっと早くやるぐらいいいんですよ。いいと思ってる僕は。電車だって早く来ていいと思ってるくらいなんだから。電車だってバスだって時刻表より早く来てしまってもいいと思っているくらいなんだから、テンスラだって早く来てもいいんじゃないでしょうか。いやーすごい面白かった。毎日更新。意外といけるんで毎日更新。なんかやっていくか。
いやでも本当に楽しくて、やっぱり一気に見たからこそのこの楽しみ方ができたなっていうのもあるから、うん、本当に楽しかったです。映画もとてもとても良かったなというふうに思っておりますので、はい、またなんか新作秋になんかあるっぽいので、その秋をすごい楽しみにしながら待とうと思いますので、ぜひとも皆さん一緒に楽しんで いきたいなというふうに思っております。ぜひともなんかそういう見れる機会があれば、ぜひともリアクション動画にしていこうと思いますので、一緒に楽しんでいただけたらと思うし、もう待てないよっていう方は何週も僕のリアクション動画と一緒にこうループしていただけたらなというふうに思います。はい、そう、今回はこんな感じで終わろうと思います。しゃべりすぎ。はい、というわけで今回はこんな感じで終わろうと思いますので、以上、はい、なんかコメント補足あればいろいろといただけたらなと思います。ビオレに関しての補足とかね、なんかネタバレのない範囲で、なんかトア様に関してとかヒーローに関してとかいろいろとなんかあれば、この映画に関して僕が気づいてないところとかいろいろ補足があればよろしくお願いします。もう一度言います、ネタバレのない範囲で。あ、珍しいよ、僕がこんな風にネタバレしないでねっていうのは相当ハマってる証拠なのかもしれない。はい、というわけで今回はこんな感じで終わろうと思います。以上、転生したらスライムだったけん劇場版グレンの絆編でした。バイバイ。